R15 なりの、まあ、なかなかの濡れ場があるわけですけど、別にもうなんかこの先濡れ場とか別になんかなくても、そういうなんか話なんじゃないかなと思うぐらいですね。はい、上大です。今日も新作映画のレビューをしていきます。今日は夜鳥たちが鳴くです。上條秀夫監督ですね、今年4本目ということで、今回原作が佐藤康史という方でですね、なんですけど、で脚本がですね、高田亮という方なんですね。今回のことを全然考えずに、つながりとか全然なしで、Amazon プライムで底のみにて光り輝くって映画見たんですけど、それめちゃくちゃ良かったんですよね。でそれがまあこの原作者がまあ今回一緒だったということと、まあその映画化した時の脚本が高田亮さんだったということなんですね。まあ上條秀夫監督がそのまあ監督作をめちゃくちゃやってるのと、でこの高田亮さんがめちゃくちゃ脚本書いてるっていうのがあるんですね。なので今年結構やっぱたくさん出してるんですよね。今年だけでも死刑に至る病とですね、グッバイクレールワールドと、あと共同なんですけど、まあ、サガスですね、まあ、それにまあ脚本で参加してるっていう、まあ、形があってですね、まあ、全然その意識はしてなかったんだけど、まあ、この人の脚本の映画って結構やっぱたくさん見てたんだなっていう。フィルマークスで一覧がこうバッて出るんですけど、まあ、見たらですね、結構見てるやつたくさんあるなっていう。全然意識してなかったけど、やっぱこの人の関わった仕事は結構見てたんだなっていう、まあ、そういったまあ今回つながりがあったなということですね。でまあ、今回まあ僕が見たのはやっぱ、まあ、上條秀夫監督であるということと、あと松本まりかさんがまあ出てるということなんですけど、8月に全部僕のせいっていう、まあ、それでもまあ出てたわけで、まあ、今回もまあ一緒で母親役なんですけど、まあその上條秀夫監督と松本まりかさんが出てるということで、まあこの2人がまあタッグを組むならということで、まあ、見たわけですけど、まあ、その主人公が山田裕貴さんがやってるんですけど、まあ、それとこの高田亮さん の、 まあその脚本っていう、まあ、その2つの要素がですね、その僕が最初に期待してたものにさらにプラスされたような感じになっててですね、すごい良かったんですよね。まあ、その山田裕貴さんも昔10代の頃に1本だけ小説がめちゃくちゃ売れてまあ、ヒットしたんですけど、それ以降1回も当たらずに、ずっとなんかくすぶってるというような状態、それがまあ主人公なんですよね。でそれとも松本まりかさんもその、まあ、夫と離婚してまあシングルマザーになったっていう、その2人のなんかその反同居生活みたいなものが始まるっていう、まあ、そういった話なんですけど、高田亮さんの脚本とかと一緒で、この山田裕貴さんもやっぱ結構たくさん出てたんですね、僕が見てる映画で。まあ、余命10年燃えよ剣とかですね、あと、まあ、東京リベンジャーズですね、まあ、その分かりやすく言うと東京リベンジャーズ の、 ドラケンをやってた人がこの山田裕貴さんだったということで、まあ、その今回そのくすぶってる小説家っていうことで、結構そのなんていうか見た目をあんまり気にしてない系の人っていうやつだったんで、その、まあ、今までやってきた役と全然なんかイメージが違うっていうことがあったから、あんまりそのなんていうか前後とそのつながりを感じなかったっていうことであるし、まあそのまあ、舞台挨拶でも言ってたんですけど、こういった役っていうのを今までやってこなかったっていうことで、その人物っていうものを掘り下げるようなそういった映画にようやく出れたっていうような、やっぱその手応えを感じているという、まあ、そういったことはまあ舞台挨拶で言ってたっていうこともあるんですけど、すごい良かったんですね。まあ、くすぶってる小説家っていうことであるし、やっぱその破壊衝動みたいなものっていうのがやっぱ結構あったりとかですね、まあ、その前に付き合ってた女性のなんかそう束縛とかですね、そういったまあものがあったりとかですね、まあ、その全体的に世間とのそのつながりっていうものを断ち切ってるような、そういった生活をずっと続けてるっていうのがまあその主人公なんですけど、まあ、それとその松本まりかさんのまあシングルマザーのまあ、二人なんですけど、新しい家が見つかるまで、まあ、そこで居候っていう形なんですけど、その息子を同じ学内から、まあ、転校させたくないからっていうことがあるから、住まわせてもらって、その近くで、新しい家を見つけようとしてるんだけど、見つかんないみたいな感じなんですけど、まあ、そういった、その、自分の世界に閉じこもってる人間と、この範囲から出れない、人っていう、そういった風になっていってて、まあ、まあ、結果的に、まあ、結ばれるというか、なんというかっていう、好きになった男女は、その、ずっと一緒にいたら、やっぱりその、絶対結婚しないといけないのかっていう、やっぱそういうわけでもないというか、そういう感じではないし、でもやっぱりその、衝動的に、やっぱり人を愛するっていうことになってしまう。衝動的に人を愛するっていうこと。で、なんか仲が良くなってしまった。で、一緒にいる。だけど、やっぱ二人の性格上、特にまあその主人公の性格上ですね、これを一生続けていけるのかっていうと、やっぱりそうじゃないだろうなっていうのがあって、ちゃんと正式に付き合ったり結婚したってなったら、多分その関係を維持することはできないし、まあ、DV とかに走りそうな、イメージはやっぱすごい、ずっとあるわけですね。あるからこそ、いわゆるその多様性とか、いろんな生き方があるとか、そういう
形だけではないというか、まあ、そっちよりもむしろその一人一人のそのキャラクターというか性格に寄り添ってる部分っていうのがあって、まあ、人とちゃんとその関係を築いた時にその関係を絶対的に壊したくないというか、だけどそれ以外のやっぱ人間関係とかがあって、それに対してやっぱ嫉妬してしまうその主人公っていうのがいて、まあ、それがその小説が書けないとか、自分が報われないとか認めてもらえないっていうことが相まって、それがまあ重なってその危害を加えてしまうっていうことがある。でそういった人間はじゃあ一生誰とも関わったらダメなのかっていうことはやっぱそうじゃなくて、その一瞬でもなんか心を許した相手とかがいて、その瞬間ごとでその人に対してその愛情表現を続けられないから今手を出すべきではないとか、そういうことではないよっていうか、そうじゃなくていいよっていうか、今この瞬間に生まれているもの、その特別な関係が生まれそうなこの瞬間っていうのを正直に受け取っていいんだよっていうか、まあそういうふうに、まあ、なってるんじゃないかなと、まあ、思うんですね。で、まあ今回この映画が、まあ、R15 なんですけど、その R15 なりの、まあなかなかの濡れ場があるわけですけど、主人公2人っていうのがその結ばれるまで結構長いので、なんかこの微妙な関係っていうか、その人間、その人物描写っていうのが R15 っていうか15歳以上じゃないとなんかありえないんだけどありえそうな感じっていう、すごくギリギリのバランスを保ってるそのキャラクターをこう見続けていく理解、この映画をなんか最低限でもなんか理解できるような人っていうのがもう15歳以上じゃないとこれもう分かんないんじゃないのっていうか、見てて何やってるのか全然分かんないみたいな、なんかそういった風になんか見えるというか、別にもうなんかこの先濡れ場とかなんかあるんだろうなと思ってたんだけど、で別になんかなくてもそういうなんか話なんじゃないかなと思うぐらいですね、なんかそういう風に思いましたね。なんかこう期待とかじゃなくてもうそれいらねえわと思うぐらい、そのそれまでのシーンっていうのがやっぱすごくなんか満足度の高い描写っていうのがずっと続くからですね、この状態だけでなんか2時間行っていいなっていうぐらい、すごいいい映画なんですね。まあ、特にその高田涼さんのやっぱその脚本っていうのは多分なんですけど、まあ、その僕も他の原作とか実際に本を読んでこれを見てるわけではないんですけど、やっぱりそのセリフっていうのがすごくやっぱ最低限になってるなっていう風になってて、映像を追いかけていくだけで結構その状況っていうのが、まあ、すぐどんどん入ってくるようになってるっていう、映画的にやっぱ見れるっていう時間をちゃんと作れてるわけですね。映画のトーンって全然違うんですね。前半は本当に暗いしめちゃくちゃなんですけど、ここでまあ2人が結ばれた後で世界が開けていくような感じになっていくんですけど、主人公はその自分の小説が書けないとか、まあ、書いてもあんまりその人に評価されないとかですね、そういった世界に広がっていかないみたいな状況があるし、松本まりかさんの母親の方も息子のその学校の関係でこの範囲でしか生きられないみたいな、そういった狭い世界に2人っていうのが結ばれたことによってより世界が開けていく感じになっていくっていう、それまでの2人っていうのはなんかこう仕事のと家の往復ぐらいしかなんかなかったんだけど、なんか花火大会行くとかなんかそういった話になっていったりとかですね、まあ、それでまあだるまさんが転んだをするシーンがあるんですけど、なんかそこがなんかすごく良かったんですよね。そういう風にまあ2人が外に目を向けた時に一気にガーって世界がこう広がっていく感じっていうのが、まあ、他にもまあ映画的に見せていくシーンでやっぱたくさんあるんですけど、タイトルのこの夜鳥が鳴くっていうことなんですけど、まあ、鳥小屋に今キジが何匹か飼われてて、でそれが発情期だから夜めちゃくちゃ鳴くんだっていう風な話をしているわけですね。でこれがまあそのイコールやっぱその2人のやっぱその性衝動みたいなものをやっぱ表してるっていうところもあるんですけど、でその公園ですね、1匹ヤギが首輪で繋がれてる風になんか飼われてるんですね。なんか結構特殊な公園なんですけど、鳥が鳴いてるっていう、その発情期だから鳴いてるっていうことで、そのヤギがその鎖に繋がれててそこにいるっていう、まあ、状態ですね。そういったそのここから出れなくなってるっていうこと、なんかそういう風に、まあ、2人の状態っていうのをその鳥だけじゃなくてその横にいる、別に何の説明もないんだけどそのヤギが1匹いるっていうので、ちゃんとなんかこう2人の状況っていうのを表現してるっていうのがあって、まあそこがなんかこういいなって思うんですね。あとまあクラゲに刺されるですね、まあ、初めてというかなんというか、まあ、その3人で海に行くシーンがあるんですけど、それが終わった後でなんかクラゲに刺されたんだっていうような話をするんですけど、まあ、そのクラゲに刺されたっていうのがまあ、その3人で海に行ったっていうのがあたかもそれが肌から見るとなんか親子が
海水浴に来たような感じに見えるぐらい、あの本当にこういい家族のようになんか見えてしまうシーンっていうのがあって、なんかその時のなんか楽しかったというか特別なあの感覚っていうのが、あのどん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 その自分の中に入ってくるっていうのが、そのクラゲに刺されるっていう風にまあ表現されてるっていう風になってるわけですね。でここもあのすごいいいなと思ってたんですけど、まあ、このクラゲに関してはあの、まあ、後半ちょっと説明が入っちゃうんですね。あのちょっと薬買いに行こうって言ったら、これクラゲに刺されてますねって言って、であの奥さんも刺されたんじゃないですかっていう風にまず説明が入っちゃうんですけど、あそこ説明しちゃうんだなっていうのはあるんですけど、その人の感情というかその絶望したところっていうのがその言葉もなく、ただその視線だけとか映像的に説明ができているので、その最低限の言葉だけを残してこう2時間ずっと見せていくっていうのはやっぱすごいやっぱ綺麗にできてるんだなっていうのがあってですね、まあ、すごい良かったんですよね。まあ、なのであのまあ僕自身はそのやっぱ R15 だから、あのより突っ込んだあの内容のものが見れるんだろうなと思ったんですけど、でもやっぱそういう部分じゃないところまでっていうか、その R15 的なやっぱその描写っていうものにつなげるため の, あの部分っていうのがやっぱすごいよくできてたので、今年公開された中でもですね、このもう静かにこうずっと見続けられる映画っていうのを数少ない中でも、その中でもあの本当にあのよくできたあの上質な一本だったんじゃないかなと思います。ということで、まあ今日はこんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどお願いします。でこの後僕あの自主制作映画撮ってるんですけど、まあ、去年撮ったラブソングに捧げられた恋人たちっていうのの、ダイジェストの1分間の動画がこの後流れます。来年ですね、あの3月に、ネクストチャプターという続編を出します。でそれを見るためにはこれさえ見とけば OK っていうですね、あの、まあ、通常版とかディレクターズカット版結構バラバラに出しちゃったやつがあるんで、それを全部一つにまとめたやつですね、それのダイジェストの1分間の動画が流れます。なので、まあ、それを見てあのお時間ある方やですね、興味が持った方はですね、あの概要欄にリンク貼ってるので、あの見ていただければなと思います。ということで終わります。